また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらですね。ブラックビューの A95 です。こちらのスマートフォンはですね、SOC にヘリューの P70 を搭載したローエンドのね、スマートフォンになります。まあ、ただですね、ラムは 8GB、ストレージは 128GB ということで、 ま最近ですね、こういった中国のローエンドのスマートフォンって SOC はま今までのね、SOC なんですけれども結構ラムの容量とストレージの容量を増やしてま使いやすさをアップさせたという端末が多いんですけれどもまこの端末もですね、SOC こそヘリの P70 ですけれどもまメモリーとストレージの容量が多いんでそういった部分ではね、少し使いやすい端末ではなっているんではないかなと思います。それではね、スペックの方を確認していきたいと思います。 箱の裏に主なスペックが書かれていますので確認をしていきたいと思います。android は11ですね。ディスプレイの方は6.5インチの、まあ、HD プラスということで、いわゆるそのフル HD ではありません。HD の解像度になっています。で先ほど言いました通りり、ラムは 8GB、ストレージは1ニッパーです。バッテリーは 4380mAh です。で、18W の、ね、高速充電に対応しています。 で、カメラの方は、アウトカメラが2000万画素、インカメラが800万画素ということで、まあこの辺のね、スペックを見ても、やはりローエンドのスマートフォンということになります。で、価格の方がいくらかと言いますと、これはですね、2月の21日から一応プレセールになるということなんですけれども、 一応、アリエクスプレスの方で149.99ドルで出ていましたね。ただ10、10ドルオフのクーポンがあるようなので、まあ価格的には1万6000から1万7000ぐらいの端末になるんではないかなと思います。それではね、開封していきたいと思います。それでは、同梱品見ていきたいと思います。同梱品の方は、充電器と充電用のタイプ C のケーブルですね。 こちらの充電器は EU プラグになりますけれども、本体の方がね、18W の高速充電に対応しているということで、こちらの方も 18W の高速充電に対応しています。それ以外はですね、一応説明書がありますけれども、一応日本語の表記がありますね。あとこれ以外に SIM ピンが入っています。それでは本体の方を見ていきたいと思います。まずこの衝撃カラーですね。まああと見た目がちょっとね、某有名スマートフォンに まあちょっと似てるかなと。カメラの配置なんか似てるかなと思います。で、これはですね、一応レインボーですね。えー、ちょっとこう虹色な感じになっていますけれども、これ以外に青と黒がありますね。で、表面はですね、ちょっとザラザラしたあ触り心地って言いますかね。まあ、だから指紋がついたりするような感じではありません。ただ、これはちょっとどうでしょうね。まあ、目立つっちゃ目立つし、まあ、なんとなくね、あれっぽい えー、iPhone っぽい感じにも見えるんで、こんなゴールド、ゴールドって言いますかね、レインボーの iPhone ってあったかなっていう感じで目を引くという部分では、まあなくはないかなと思いますけど、まあ、ただこういうね、デザインを似せた端末ってちょっと日本で需要があるかどうかっていうのはかなり謎ですね。ただこの辺の、なんでしょうね、色の変わり方っていうのはちょっと面白いし、まあこうやって持ってたらなんだあの iPhone はみたいな感じにはなるんで、そういったね、 えー、まあ、ネタ端末的な要素で言えば、まあ結構ありなカラーリングかなと思います。で、一応少しこう、スクエアっぽい感じにはなってるんですけど、ただちょっとですね、そこまでこう、しっかりと角が出ていない、ちょっと中途半端な感じにはなっていますね。ただこれもほぼ、ほぼゴールドっていう感じですごいですね。で、ここにシムスロットがあります。んで、ここに、え、電源ボタンとボリュームボタンですね。 で、下の方にタイプ C ということです。で、これスピーカー穴ですね。ということは、えっ、ー、と、産後のイヤホンジャックはないですね。カメラは一応ね、こんな感じです。で、一応3つあるように見えますけれども、これカメラ1つしかないらしいんですよ。ということなんで、2つは完全にデザインと言ったところです。まあ、なかなか今時珍しいんですけれどもね。まあ、要は見た目だけというものになっています。 それでは重量の方を測っていきましょうか。重量は1 9 1グラムですね。まあ軽くもなく、重くもなくといった感じです。であとですね、一応 TPU のケースがついています。これをつけると 213g です。ちなみにケースをつけるとこんな感じですね。やっぱりケースがない方が背面のね、カラーリングとか仕上げとかは落ち着いた雰囲気になるのでいいと思うんですけど、まあ、やっぱりちょっとね、ピカピカした感じにはなってしまいますね。 で、インカメラはこちらですね、ウォータードロップノッチです。で、ディスプレイの保護フィルムは最初から貼られています。端末の方をね、立ち上げてみました。最初から入っているアプリはこんな感じですね。ブラックビューの端末は少しね、こういったゲーム関係が入っていますけれども、まあ大体一緒ですね。ストレージの方はですね、128GB のモデルですけれども、初期の状態で 8.78GB 使っています。まあかなり少なめですね。 で、ディスプレイの解像度がね、HD なんですけれども、全然気にならないですね。あの、字なんかも結構くっきり見えますし、まあ、ディスプレイも意外と綺麗なので、解像度こそ低いんですけど、まあ、そんなにね、解像度が低いっていうのは全く、まあ、気にならないかなと思います。この端末はですね、一応ここがね、サイド指紋認証センサーに対応しています。それではやってみたいと思います。今、ロック状態ですね。はい、こんな感じです。まあ、早くはないんですけどね、 は一応普通に使えるかなといった感じです。はい、精度悪くないですね。それではですね、ヘリーの P70 を搭載しているということで、基本的にはライトな使い方になると思います。私のチャンネルではよくやってね、ブラウザのテストをやってみたいと思います。で、たいですね、今までのテストでヘリーの P60 あればね、えー、特に問題なくブラウジングできるということなので、まあ、ヘリを P70 はね、ヘリを P60 よりも若干まあ、性能がまあ上ということになりますんで、 まあ、特に問題はないかなと思います。はい、こんな感じですね。まあ、写真も含めて、それほどストレスなく表示されているんではないかなと思います。はい、そうですね。ブラウジング、特に問題なさそうですね。それでは次もですね、よくやっている Google マップで東京駅を検索してみたいと思います、まあ。性能が低い端末ですと結構カクカクしますけれども、 ヘリオ P60 ぐらいであれば多少カクカクしますけどね、それほどストレスなく利用できるんではないかなと思います。まあ、ヘリオ P70 ではどうでしょうか。東京駅検索。はい、そうですね。この辺の地図も結構サクッと表示されていると思います。はい、ちゃんとね、えー、指の動きに画面がついていますね。やっぱり遅い端末ですと、最初にね Google マップを起動したときに、こうやってもですね手についてこないんですね、操作が。 やっぱりスムーズですね。特に問題はないですね。やっぱりヘリオ P60、70ぐらいになれば Google マップも結構スムーズに利用できるんではないかなと思います。えっと今 4K60 フレームのね、YouTube の動画再生してみましたけれども少しカクカクしていますね。ちょっと 4K の再生は厳しいかなと思います。 で、スピーカーはですね、やっぱりここにしかなくて、ここからしか音が出ないんですね。なので、当然ね、ステレオには対応していませんし、スピーカーも本当にここからしか出ないということなんで、まあ、音はちょっとあんまり期待できないかなという感じです。それではちょっとカメラアプリ見ていきましょうか。えー、最初にも言いましたけれど、カメラね、3つついているように見えますけれども、シングルカメラです。まあ、なので、広角とかね、レンズの切り替えはありませんね。マクロ撮影なんかもできないです。 で撮影モードは写真と動画と一応ね、えー、夜景モード、ナイトモードと、まあ、美顔で、もっと見るというところに一応ポートレートですね。ただこれもね、えー、振動センサーとか搭載していませんので、まあ、あくまでもソフトウェア的に処理するというものだと思いますで。あとプロモードに白黒といった感じです。本当にもう必要最低限シンプルなカメラアプリですね。一応動画の解像度だけ見ましょうか。一応フル HD と 720p で撮影ができます。 それではシムカード入れてみたいと思います。黄金のシムトレイをね、開けましょう。黄金のシムトレイを開けると、はい一応ハイタスロット。 とですねュアルシムのハイスロットになっていますただこの端末はですね日本のプラチナバンドにも対応していないんですねだからバンド138でまあ、日本だと使うという感じになりますんでまあ、ソフトバンク系楽天モバイル、まあ、一応バンド1が使えるんでドコモとか一応 au なんかも全く使えないというわけではありませんけれどもちょっとね、えー、バンドの方も日本に対応していないということで、えー、その辺は使いづらいかなと思います 楽天モバイルとね、l i n e m の SIM カードを入れてみました。両方ともね、4G が立って、HD、ボルテ両方とも使えますね。まあ、なので、えー、バンドね、対応バンドは少ないんですけれども、一応楽天モバイルと l i n e m の SIM カードは、まあ、普通に利用できますね。ただ楽天モバイルは、いわゆる LT オンリーの設定が必要になります。で、あと楽天リンクですけれども、これはですね、Wi-Fi 接続していてもね、相手に番号が通知されますので、 えー、l t オンリーの設定さえしてしまえば特に問題なく利用できると思いますということで今日はですねブラックビューの新しいローエンドのスマートフォンブラックビュー A90 を紹介させていただきました、まあ、全体的な性能はやっぱりねまあ、ローエンドのスマートフォンということですけれども、まあ、意外とねカメラシングルなんですけれどもそんなに汚くないのでまあ、価格を考えればカメラ性能もそんなに悪くはないかなと思います で、ディスプレイも HD 解像度ですけれども、そんなに汚くないと言いますかね。画面も綺麗なんで、まあ、性能はそこそこかなと思います。ただね、価格がやっぱり、えー、149.99ドル、まあ、10ドルクーポンがあって139.99ドル、まあ、167000っていう価格ですと、そんなに安くはないかなと思いますね。まあ、高くもないけれども、そんなにこうね、えー、価格的に魅力があって飛びつくような価格でもないので、 まあちょっとその辺がまあ残念かなと思います。まあ、なので一番の売りはやっぱり iPhone っぽいデザインっていうところでしょうかね。えー、性能的にはね、普通のローエンドのスマートフォンになってますし、ローエンドのスマートフォンの性能は十分満たしていると思いますんで、まあ、普段使いであれば、まあ使えるスマートフォンかなというふうに思います。まあ、購入先の方はですね、動画下の説明欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方からご確認ください。はい今回は以上です